はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は今プラグインブティックでキャンペーンもしてますエアミュージック社から出てますベルベット2というエレピのプラグインをご紹介したいと思います。これにはフェンダーローズマーク1、マーク2、そしてスーツケース73、これが多分原型モデルだと思うんですけれども、そしてウーリッツァーの A200 とホナーのプラネット、この5つのエレピがまとめられて1つのプラグインとなっています。そしてこの実験ではトーントラックが開発したものとヤマハの CP80、 この合計7つの音を聞き比べしたいと思います。今回このエアミュージックのベルベットはとっても自然で高音が綺麗なピアノが収められています。価格がこの2021年の2月現代で1000円ちょっとという特別価格で、とっても素晴らしいエレピのプラグインだと思います。ぜひ聴いてみてください。村長ミュージックスタジオ、どうでしたでしょうか。今回のベルベットの音はとっても自然ですが、トーントラックのイージーキーの A200 はちょっとわざとらしいという、そういう感じがします。またウェイブスのエレクトリックグランド CP80 は少し打鍵の音が入っていて生っぽくていい時もあるでしょうが、少し気になるノイズが多いと思います。というわけで今回のベルベットを聴き比べしてみましたが、皆さんはどう感じたでしょうか。音色というのは好みがあるので一概に良い悪いを評価することはできませんが、僕はこのエアミュージックのベルベット2、とっても良いインストゥルメントソフトだと思います。村長でした。